モデナ大聖堂は、イタリアモデナにある、大聖堂。ヨーロッパで重要なロマネスク建築の一つで、ユネスコの世界遺産に登録されている。モデナ出身の著名なテノール歌手、ルチアーノ・パバロッティの葬儀が行われた場所である、大聖堂建設は1099年に、主任建築家ランフランコの指揮下で始められた。大聖堂は、モデナの守護聖人聖ジェミアヌスの墓の役割を、 持っていた。五世紀から同じ場所にはかつて二つの教会が建てられ、どちらも破壊されていた。聖人の遺物は今も大聖堂内の納骨堂に展示されている。ランフランコの仕事の後、大聖堂はアンセルモ・ダ・カンピオーネとカンピオーネの職人たちと呼ばれた彼の後継者たちによって装飾された。それゆえに現在のファサードは別の様式である。 壮麗なバラ窓は13世紀にアンセルモによって加えられた。入口に設置されているプロキロの円柱を支える2頭のライオン像は古代ローマ時代のもので、おそらく基礎部分を掘っている際に発見したものである。ファサードはアンセルモと同時代の彫刻家グリエルモ・ダモデナ作のレリーフで知られる。預言者と宗主教の肖像。 聖書の物語など、ロマネスク様式彫刻の傑作が含まれている。学者たちは、アダムとイブの創造を、現在、ノアの物語の中に、壮大な功績を指摘した。側門は注目すべきものである。グランデ広場側、ポルタ・レジアは、カンピオネージによるもので、ポルタ・デイ・プリンチピは、グリエル・モダ・モデナの門弟による政治ミニアーノの一生を、描いたレリーフで装飾されている。 北側門はポルタデッラ・ペスケリアで一年の暦に触発されたレリーフとアーチ城はブルトン後のアーサー王の物語がレリーフで飾られている内装は三つの本堂で分けられる中央の本堂と納骨堂の間はアンセルモダ・カンピオーネ作による最後の晩餐、大理石製キリストの受難像があるアッリー・ゴダ・カンピオーネによる説教団は 小さなテラコッタ像で飾られている。14世紀からある木製の十字架像が有名である。大聖堂内には2人の偉大なモデナ人芸術家の手によるキリストの皇坦像が収められている。一つは1527年にアントニオ・ベガレディによるものである。もう一つは彫刻家グイド・マッツョニによる1480年の作品で納骨堂内にあり。 マドンナ・デーラ・パッパの名前で知られている。トレ・チビカは、教会に付属している。モデナ大聖堂は、ラン・フランコラによって建造されたロマネスク様式と、ゴシック様式の融合した傑作であり、世界遺産登録基準に該当するものとして、評価された。さらに、隣接する市民の塔と、グランデ広場とともに、一体となって中世イタリアの自由都市の発展の様子を伝えており、 中世キリスト教都市における信仰と市民生活の結びつきも伝える優れた例障として1997年の世界遺産委員会で世界遺産リストに登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。この物件の公式な登録名はカテドラル、トーレシビカピアッツァグランデ、モデナ、コットドロール、 トーレシピビカイピアッツァグランデマドンである。その日本語訳は文献によって揺れがある。ありがとうございます。